はい、ってことでちょっと早速やっていくんだが、本当に普段整理はしてるんだけど、やっぱりね、なんか急いでる時とベベベベベってなってるから、うちはこれを整理しようと思います。あとやっぱちょっと暖かくなってくるからね、明日とかだから、なんか私服を今日はちょっと春あったかい仕様にもしたり、あと服をいっぱいだよね、買ったから、なんかそういうのやったりしようと思います。で、あ、なんかいらない服とかもちゃんと整理していこうと思って、この辺とかこれ一回も履いてないんだよね、履かなきゃいけない、でも履けない。はい、こちらに、こっちに私はいらない服を捨てていこう、捨てていかないです、置いていこうと思います。で、ね、ちょっとこの辺のねやつとかも多分寝巻きで着てたんだけど、多分もうね暑すぎて着ないから、ちょっとこれができる、ちょっとこういうのにチェンジしようと思います。ね、服はお引き取りします。ダワー書いていて、みんな欲しいの？こういうの、イエイイエイって感じで、ちょっといらないのはね整理していかないとですよ。買ったらさ、やっぱね捨てていかないと。はい、これは、この寝巻きはですね、多分来年も夜着るので奥の方にしまいたいと思います。うわ、やべ、これとかかけなきゃ、ちゃんと。本当にね、ごっちゃごちゃしておるよ。よいしょ。あっ、何着るかな。いっぱいあるわ、こっちも。筋肉痛になりそう。こんばんは。ちーこちゃんはね、多分私は真っ黒な服が多いの見えるかな、ほらこの辺とか真っ黒でしょ。黒か白かグレーしか着ないので、なかなかね。あ、皆さんこれ見覚えありますか？実はこの月刊エンタメさんでですね、やらせていただいた企画の時に着たジャージなんですけども、こうかけられそう。なんとこちらのジャージあげるよって言われたのでもらいました。たまにね着てます。たまに、なんかね、これ裏起毛なの見えるかな、結構11月とかのやつだから、裏起毛ですげえあったかくて、冬とかね、めっちゃ蛍光色だけど、夜寝てたりしました、これ着て。よいしょ。チャックが閉められない。でもね、ちょっと裏毛もあの、この季節から暑いんで、こちら、ちょっと奥にしまいます。始めるかな、春。あ、このワンピースとか多分もう着ない気がするので、ちょっともうこれはカンフースーツ感あったけどね、暑いのちょっとあったかいんだよね、冬だと。そうなんですよ、それ着てカンフーしたいとね。そうですね、あれは本当にダイエットになると思った。こちらのワンピースはさようなら。こんばんは。ちょっと見切れてる。今服の整理をしてます。ちなみにもうお風呂に入りました。そうなんですよ。とりあえずできる。この辺にいっぱい T シャツがあって、これはなんかね、まだ着てない半袖の長めの T シャツなんだけど、なんと道友さんがくださいました。なんか分からんけど。でもまだ着れてないです。あ、なかなかね、半袖の季節になったら着ようと思います。これはあれだ、ママからパクったやつだ。
ちゅ返しまーす。何年パクってるか分からん。あ、これはあのドロフネ T シャツです。着なくなった洋服ってどうしてる？捨ててますね。正直捨てちゃってるんですよ。こちら浜口コントサークルで着させていただいてる T シャツです。めっちゃ T シャツあんだよね。よいしょ、いっぱいありますよ。私めっちゃこれはあの大好きなアドベンチャータイムです。捨てるのもったいなくない？まあね、なんかさ、こうしたいんだけど結局こうなんかめんどくさくてね、結局捨てちゃう。これは中学校の部活の時に着たやつ、作ったやつ、みんなでダンス T シャツね。あ、これはあれです。ベーン、去年のツアーの静岡公演でですね、ちいこちゃんが描いた SST です。森永はね、この辺のちっこいやつを描きました。メインでちいこちゃんの金魚です。かわいいですね。これも結構リハの時に着てますね。とかいろいろ日関連の T シャツがですね、大量に実はこちらに保有してあるんですね。うん、これいっぱいあります。この辺とかいっぱいあります。もうこれだけでなんかリハの T シャツ補えるわみたいな感じがするね。ってぐらい本当に T シャツをたくさんいただく機会が増えました。あれに着ていいですね。おたふくの服装気にしてみてる？あ、なんかこうおしゃれな人とかどこで買ってるんだろうって思うし、聞いたりとかねしますね。割と私はなんだろう、ちょっと待ってね、結構前はキャピキャピっとした服が好きだったの。こういう系のやつ、前のに着てはまだないんですよ。こういうキャピキャピ可愛い系が好きだったんだけど、最近はちょっとね趣向を変えてて、結構こういうロンティー系、かっこいい系をね着たくなる。ちょっと楽をしたがっている私は。あとチェックシャツが多いっすね。これチェックシャツすごい好き。オーバーサイズのデローンって着る感じ。ちょっとまだ着れてない服とかいっぱいある、マジ。ちょっと待って、何を整理したんだっけ。そうだ、シャツを整理したんですね。これは黒だから、割とこう色ごとに私はこう分けれるように頑張っております。これとかもね、なんかつなぎのワンピ、違う、つなぎのなんかパジャマなんだけど、ちょっともう着なさそうなのでさよならします。積極的に断捨離しないと本当に大変なことになる。53、ありがとう。50パピコありがとうございます。デローンってなってる。ちょっと喋りすぎたら喉かいてきた。季節の変わり目ですからね、ちょっとやっぱり整理しないと。私はこういう掃除してる時間はすごく好きです。なんかめんどくせえって思うけど割と好き。この辺はロンティー系ですね。最近ロンティーをすごい買います。これ、あ、これはあのミルクフェドの、 あの展示会で見させていただいた時に買ったやつと、これ韓国で買ったやつ、可愛い犬のやつと、これはなんかリハの時に、今日リハ着いるの知らなくて適当に駅で買った T シャツ。これはね韓国で買ったやつだな。でもどうしよう、もうパソパソだ。ちょっと捨てよう。これはさすがに、さようなら。これはドンキで買ったチャンピオンの T シャツなんですけど、裾を切ったらなんとタグの微妙なところまで切れてしまったっていうやつ。
早く長袖1枚くらいで出かけたいなとか。ねえそれな、なんかでも今日ね湿気がすごくて、なんか室内に入ると暑くてって感じでめんどくさかったな今日。こちらショート丈のパンツですね。これはあれです、オーディションで着たやつ。なんかたまにいるかなと思って持っといてるやつと、何すぎた、なんか長かったからで遅れた。こんばんニーナ、こんばんは。今服の整理してます。これはなんか自由感で買ったやつ、短パン。じゃあユニクロだ。これは夏によく部屋着できます。あ、こっちは着ないわ、こっちは着ない。よいしょ。これはあれですね、いろいろ T シャツ系です。はい、こんな感じで。こっちの方、長ズボンは整理できてる。このパーカーは着るかもしれない。よいしょ。さて、よいしょ、ギュッと。この辺着るかな、春でも。この辺ちょっとまとめてあった春服です。ね、オーディションの時の短パンです。ライブによく着ていく、おたて的なのありますか？ライブによく着ていくってどういうこと？私がライブに着ていくってこと？最近ね、ライブとか行けてないんだけど、私は割と潜伏オタクなので、潜伏地蔵系オタクなので、こう K-POP のライブとかもずっと割とこうみたいな感じ、こう見るタイプだから、私は潜伏系なの。ちょっとこの辺とか多分もう暑くて着なさそうなものをまとめていきたいと思います。ツアーティーとかは着ていかない。そうなの、あんまりね着ていかないかな。割とおしゃれな格好をしてたいタイプ。 K-POP のアイドルにもツアーティーありますね。ありますよ、割と。なんかライブで、あ、でもどうだろう、韓国、日本はの文化だよね、 T シャツ作るって。割と韓国のライブとかの単独ライブみたいな感じとかのは、結構なんかその個人のあの写真とか、個人のなんて言ったらいいのかな、トレーカーとか個人のものが多い気がします。衣替え、断捨離、どっちもです。どっちもしてます。だから日本の文化かも、そう T シャツを作るっていうのは。うん、確かに。あとうちわ、個人の顔のうちわとか、写真のペラペラのうちわとかがあったりするかも。潜伏って誰かから来るというか、いや、なんか私ね本当に恥ずかしがり屋だから、なんかライブで楽しんでる姿を誰も見られたくないって感じ。趣味のものとかは部屋にありますか？そうですね、一応部屋に置いてある状況ですね。でも結構収納してるものも多いかもしれないです。どうだろう、ちょっとハンガーがねいっぱい出てきます。どう収納しよう。服はでも服の方がいいな。よいしょ。はい。でよし。この辺とか。きたねえ、かけ方。きたねえ。この潜伏してみますね。ね、潜伏もいいですよ。レプさん死んでる姿誰も見た。違うの、多分ね、私はライブを楽しんでる姿を見るのが好きなんだけど、私は見られたくないの。私見るのは好きなの、私はステージ上からなんか楽しんでるの見たイエーイエーって思うんだけど、私はちょっと恥ずかしがりなんだよね。メンバーとそれで買った服はないですね、私まだ。これとかね、 X ラージのこのシャツなんですけど、いただいたのにね、着てないの。まだ着れてないですね。なんかガソスタっぽくね。はい、オーライ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 って感じじゃない？そう、私めっちゃ恥ずかしがり屋だから、
そうなの、恥ずかしくなっちゃう私。そう、私だけの話、私のねあれなんですけど、ちょっと、え待って、え今後もさ、今後もさ、今後もあれかな、寒くなる日とかあるかな、どうなんだろう。ちょっとムッコのスマホ探してこよう。見つかりそうにねえな、もう一個のスマホ。ちょっと待ってっすわ、諦めます、諦めます。え、どうも、おたらんさつきだらけ、勝て。明日寒いはず、明日そうなの、明日20度って書いてあったんだよね。展開しちゃったねって言われてちょっと恥ずかしかった。なんかね、なんか日本のライブだからだと思うの。日本のライブって結構振り込み一緒にしてイエイイエイイエイジャンプイエイっていうのが文化なんだけど、韓国は割となんか掛け声を一緒にタイミング合わせて言うって感じなんだけど、私はね掛け声を一生懸命覚えていったらライブ中の記憶がなくなってることに気づいたの。なんか結構その決まってるのを言うことが、なんかここでメンバーの名前を言うとか、なんかそういうの覚えてたらそれに必死になっちゃって、全然なんかその時のライブの記憶とかなくて、だからもうずっとこうやって見てる、はーみたいな、はーわーわーって感じになっちゃうんですよね。ヨセクゾ行った時は超地蔵で潜伏とかった。そうなんですね、やっぱりなんかまたその日本の男性アイドルのライブとかね、また違いそうだよね、いろいろ。よいしょ、ちょっとでも寒くなるんだったらあったかい服は置いときたいですね、若干。ちょっとじゃあ、いつも行ったで、ほんまに行かなくていい。この辺は着なさそうな気がする、冬だからもうちょっと冬っぽい。アイドルでミックス長すぎてオタクしか歌ってないみたいな現象の、そうなんだ。なんか感想の部分とかによく K-POP のアイドルは名前を呼ぶコールがですね多いですね。あ、難しいわ。最近はね全然ライブとか行けてないんですよね。っていうのもやっぱ向こうがライブするときに私たちもライブしてるっていうことの方が大きいのでね、行きたいけど行けないなっていうときは、まあうちらも同業やからさっていう気持ちでやってますね。誰がやねん、まとめて突っ込むかありがとうございます。なんか韓国の掛け声は名前とあと歌詞のあと一緒に言うみたいな、例えばレッツゴーとかだったらレッツゴーレッツゴーみたいな、そういうやつが多いっすね。コール&レスポンスってことでもないんだろうけど、そういうイメージのが多いですね。よいしょ、あ、やべえ、マジで終わる気がしねー、本当にね。ちょっと何を着る、何が着ない、これは着る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 、着ますね、これも着ますね、こうやって着ますね。ズボンとズボンが裏返しになっておりました。 LOVE リーダー YOU 書く悩みのこのフォーメーションはって言わないと思いますね、言わないと思う。そういうのはなんだろう、うん、なんか登場 SE が流れてわーわー系が多いかな、わーっていう系割と。この辺、あ、ちょっとねチェックのスカートです。
服のスカートめっちゃあるんですよ本当に。青この辺。私めっちゃチェックが好きなんです。永遠にチェックをね履いてるかもしれないってぐらい。今日もチェックのズボンを買いまして、ちょっと無理がある、この収納の仕方は無理がある。ここでやったーとか叫びますか？叫ばないと思う。なんか名前をめっちゃ連呼してる感じがする。あとかなんか例えばなんだろう、私の推しのドヨンちゃんって子がいるんだけど、その子とかに向かってドヨナファイティーンみたいな、ドヨンちゃん頑張ってみたいなのが多いです。チェッカーズだってすげえ名前呼ぶことは多いと思います。すごいドヨナファイティーンとかドヨナさんあげーみたいな感じ、わかるかな。ドヨナ、ドヨンちゃん頑張ってとか、ドヨンちゃん愛してるよみたいな、そういう掛け声をするのは多いかな。ちょっとこれ一回も消ずに終わったわマジ。 OK まとめます。冬服はちょっとまとめます。一回そんな感じ。ニーナファイティーンなら言えそうね。ファイティーンとかはねあれっすね、言いやすいかもね割と。ユッタイガー、ユッタイガー、なんかそういうどのグループにも共通してあるミックスっていうんですか、ミックスっていうかその掛け声は韓国にはなくて、本当にそのグループの固有の掛け声ばっかかな。着てない服がいっぱいある、ダメだ着なきゃ。パーカーこの辺だ。わめっちゃなんか使ってないハンガーがいっぱいありました。ちゃんと整理しないとですね。みんな片付けファイティーンだって、ありがとうございます。そうなの、ファイティーンなの。ヨシさん、ヨシさん、ヨシさん、アイシングクッキーありがとうございます。30個も美味しそう、いただきました、ありがとうございます。渋谷ではみんなでニーナファイティーン叫びましょう。なんかねファイティーンじゃなくてファイティーン、ファイティーンって感じ。ニーナファイティーン、ニーナファイティーンみたいな、めっちゃ本当に大声を出そうって思いだから出せる大声なんだろうなっていう声で叫んでる。私も今日と昨日で洋服整理してる、あとトップスたちをしまうけど、すごくない？でもさめっちゃかかるよねお洋服整理するのって、本当にね時間がかかりますね。楽しいんだけどねこの時間は、大変楽しいんですけども、本当に黒い服しか持っていないです私。この辺とかはですね適当な T シャツとトレーナーです。ちょっとセーターはいくつくらい残しとこう。4つくらいセーターあれば大丈夫かな。寒いっすよね本当に。これももうあんまり着ません。さようなら、ごめんね。よいしょ。韓国にガチ恋工場とかないかな、あんまり。そうなのよ、なんかそういう全グループに共通するとかどのアイドルにでも使えるよっていうのはなかなかなくて、だからそれが私は日本のアイドル文化ですごく衝撃を受けました。そういうものがあるんだみたいな感じで、この辺かな。あーパズルみたいだ。よいしょ。これはあれですね、とある撮影できたので
私のインスタにも多分載っております。早く冬服が全部しまえたらいいな。よいしょ。そうだ、これと、あれ、あ、汗かく。あ、これももう着ないな、多分。ちょっといいや、これは奥に置いとこ。あ、もう分かる通りごちゃごちゃしております。これはどうしよう。このちょっとやつもね、もう着なさそうなので、さよなら。ゆけゆけニーナファイティーン、ありがとうございます。私服の特典会がもう一回見たいね。なんかなんで、とりあえず今頑張って整理します。ラブケさん、分かってくれてありがとうございます。あ、なんかそういうのがあるんですね。私服は全部クローゼットなの。クローゼットです。よくさ、こだわってますか。全然こだわってないけど、なんかこのスニーカー欲しいなって思ったスニーカーを買います。この辺とかはいや、あんま着ないから、後ろに置きよう。もうこういうサーセーターとか着ないんだよ、高校卒業したから。一応でも持っておこう。このワイシャツはちょっともういらないや。ことでだいぶ減ったかな。減りました気がする。ちょっとこのスキニーもね、取っといたんだけど履かない気がする。丈がね短すぎるんですよ。ニーナ、おしゃれなベレー帽結構持ってるイメージ。2つしか持ってないの、ベレー帽。これとこれ。ただこれのサイズがでかくて、ちょっとなんかわかるかな、ほらでかくね、こんなんなのサイズが。だから かぶって買うの忘れて、ちょっとねやらかしたって感じ。だからまたちょっとちゃんとした黒いベレー帽等を買いに行かねばという気持ちになりました。本当にやらかしたと思った。マジででかいし熱い、あれ本当に。だから頑張ってこうキュッてしてかぶってます。いつもそのでかいの、顔が小さいからです。そんなことないんですよ、多分あれはね全体的にでかい。多分みんながかぶってもあの帽子はでかい。ってことで結構この辺整理できたはず。だいぶ整理したので、あ、私こういうチャックがね開いてる服とかもう絶対閉めたくなる。よいしょ。あ、よし、こんな感じで整理したところで、これどうしよう、どこまで出そう。ちょっと夏すぎるかな、まだ早いね。ちょっとしまっとこう。この辺のスカートとかも履かない気がする。どうしよう、ちょっとさよならしよう。ガーリーすぎます。これもどうしよう、これは韓国で買ったやつ。これはマジ夏すぎるね。そう、これはちょっと中にはなんだ、あ、これはまだちょっと早いな。
change。これはおしゃれなベストですね。その服アミちゃん着てそう。本当に？アミちゃん。裏表で柄が全然違うね。あ、2枚になってます。1個にかけてたの。は、春夏服買うまでに痩せなきゃダイエットと頑張って。えらい！でもね、わかる。私も服屋さん入るの、もうハードルがすごく高いことを感じていて、なんかね、服屋さん入るのにものすごいこの準備をしないと私は入れなくて、すごい服屋さんのお姉さんって可愛くておしゃれな方が多いじゃないですか。だから本当にあの、もうなんかちゃんとこの準備して入らなかった時とか、うわ私今すっげえ絶対ダサいと思われてるとか、あ、すごいこんなやつがこんな服買うねとか思われてるとかって思っちゃうタイプだから、本当に服屋さんに入るのにはめちゃくちゃ準備をしていきます。もう怖くなっちゃうの、服屋さんのお姉さんがきっと優しい目線で見てるのは分かるけど、でも絶対アルバイトだし、こんなのがこんなに気抜くよとか思われたら嫌だから、私は頑張ってます。彼の匂いに本当に。でも森永さんはどんな服も似合いますよ。なんかね、ちょっと言われて嬉しい言葉があって、言われ過去に言われてね、なんかニーナは服をがこれが似合うよねとか、これがなんかいいよねっていうよりは、なんかそれをどの服も着こなすよねって言われたことがあって一回、私にはきっと身に余るお言葉なんだが、それがすごく嬉しかったですね。なんかうん、でも割とどの服も着ますね、どんな種類の服も。よいしょ、やっぱちょっとセーターもいらないな、一個これ、どうしよう、1,2,3,4,5 だって5つももうセーター着るほどないでしょ、春着ますのな絶対。これは多分着ない。これも多分着ない。ので、しまいます、奥に。それ僕言ってください。ありがとうございます。ちょっとね、最近はほとんど外に出ないがゆえに、あまりいろいろ、おしゃれができていないんだが、しっかり服を着ていこうと思いますよ。詰め込んだこの辺、あ、すっきりした、整理してきます。こちらテカテカの T シャツです。なちゃん人に服選んだんですけど、ショップ店員さんできそう。本当に私ね、服のセンスがねないのかもしれないってぐらい、割と服にね執着がないんですよ。あるけど、あるけどないみたいな。このテカテカの T シャツはですね、私の好きな韓国のアイドルグループがいるんですけど、ちょっと解散しちゃったの、でも解散しちゃったんだけど、そのグループが初めてライブで着た衣装、こんテロの T シャツがありまして、テロテロの T シャツを買いたいと思って買いました。めっちゃシャツあります、私ワイシャツ、襟のある T シャツは結構好きで買いますね。トゥワイスじゃないです、トゥワイスではないんですけどね。トゥワイスは解散してないよ。これはよくあの、もうこれもテロテロなんだけど、リハでよく着るワイシャツです。テロテロのってくれてか、そう、でもまだこれは1回しか着たことがない。ちょっとねやっぱ寒いからね、厚着したくなっちゃうんだよね最近。薄い服は持ちません。いろんな服持ってるのね。なんか一回着るとね飽きちゃうから、なんだっけ、着ませるようにいっぱい持ってて、このね GU のベストなんだけど、これはねメルカリで買いました。でももう多分着ないので、高校卒業したから。ベスト結構いっぱいあるから、ちょっと積極的に断捨離しておこうと思います。コートはそこに入れてないですね。あ、この上の方に畳んで
見えるかな、この辺にあるのと、今日来たのはファブリーズしてかけてあります。わあ、このちょっとやっぱ分厚いスカートとかも効かない気がするな。しまうかしまわぬか、まず出しとこう。これはマジ何の機会で買ったかよくわからないけど、とりあえずリハ着とか部屋着で着ている T シャツ。あ、これめっちゃ毛が好き。ちょっとコロコロしよう。あ、コロコロであんま取れない。ちょっと犬を飼ってるのでね、いかんせん私は黒い服がすごい好きなのに、そう、下はちょっと毛が抜けやすい犬種だから、これも部屋着でよく着る、ちょっとウエストがキュッてなっててスタイルがよく見える T シャツですね。私はフォーエバー21でめちゃくちゃ服を買ってた民なので、なくなってピエンって感じです。ファンからはどういうアイテムをプレゼントされると嬉しいですか？なんか基本何でも嬉しいですよ、私は何でも嬉しい。あ、チャンピオンのハーフパンツ、これは中学生の時にダンス部のライブで来ました。あまり私はそこまで物欲がない人間だから、そうなのよ。コロコロって地域世代、コロコロってうちは呼んでる。これはですね、クマさんのセットです。あ、それこれですね、なんかあった時のために持っておいてます。僕はザラミンです。ザラいいよね、めっちゃ私もザラいいと思う。セーターがまだあったわ、ザールはしまったけど。あ、これはスキニーですね。これはユニクロのスキニーパンツ、ずっと履いてる。スキニーめっちゃ好きなんですよ。スキニー黒いズボンラブラブ。例えば自分のセンスと合わない服もらったらどうするの？自分のセンスと合わないって例えばどんなんだろうね。割と私は何でも着るタイプだから、これも、あ、でもちょっとどうしよう、リハで着てるやつなんだけど、ちょっと臭くなってきた。臭くなってきたっていう言い方は語弊だな。こういうのってだんだん使って汚くなってくじゃないですか、汗を吸って。これもフォーエバー21で買った、裾がにリボンがついて、あ、踊ってみたできた T シャツですね。本当に私はロンティーが好き。もうこんなにロンティーがあるの、どうしようって感じ。これは韓国で買ったやつです。もともとここが白だったんだけど、洗ったらピンクになっちゃった。いきますか、大丈夫なんですね。イエーイ、匂うな。私なんか言われたの、ママに、こんなちょっとこういうのじゃなくて、もっとこう汗をね、こう綺麗にするような、こう、わかります、こうテカテカしたやつにしなさいって言われたの。これもこの辺だな。さあ、ここからですよ。これ私が一昨日かな買った、でもこれ覚えておいてください。何でも聞こえます。ボーンポンポン、特典会で来てたっけ。私はね、やらかしましたよ、大変やらかしました。本日買ったのがこちら。もはや色違いですかみたいな。アイドルのクローゼット見せてもらえるなんていうか、そうなの？ちょっと私は整理がしたい。はーい、ちょっとチェックのね、どうしてもこういうスラッ、 なんだろう、テレ、何、楽に着れるような服がどうしても欲しくて、いっぱいなので買ってしまった。ちょっとタグを切ってきます。
こんばんは、こんばんは。あ、雰囲気違うか。ね、そうだよね、大丈夫だよね。あ、見て、ここのブランドあれだわ。ボールチェーンになってる、タグが。取りやすくていいですね。よっこしょ。こちらと、天井からの20。上下チェックはさすがにいけないかも。チーコちゃんの秋衣装みたい。ね、確かに。チーコちゃん好きだからな、私。ちょっとこういう楽ななんかね、ロング T シャツをすごい最近この辺ね着ることが多くて、それに合わせれるラフなものが欲しいなと思って買いました。卒業したら私服たくさん着るから良きです。確かにそうなんだよね。もう制服さ着らんやん、いつも。しまって、あの挟むタイプのさあれが圧倒的に不足しているから、私はズボンを整理しなさいっていう、ことなのね。なるほど。どうしよう。え、なんかポッケに入ってる。ヘアピンが入ってました、ポッケに。クローゼットにいっぱい服あるのにまだ買うのね。いっぱいあるかなこれ。よくわかんないんだけど、なんだろう、あれなの、飽き性だから、なんかすぐ、あ、これも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 ってなっちゃう。なんかもうこの服着らんでいいやみたいな、いっぱいある。この辺と、この辺はあんま持ってないかな。どこしよう。あ、片方は残しとかなきゃいけない。そうなんですよ。こんな感じでいつも奥にやってます。ちなっちゃんもいっぱい服持ってるって。ちなっちゃんさんはすごいですよ。私なんかと比にならないぐらい多分持ってらっしゃると思います。分からんけど、こっちの方のスカートも整理しようかな。よいしょ。こういうのももう着ない気がする。昔はねこういうフリフリの服がすごい好きだったんです。でも多分もう着ない。変わりますね、やっぱり服の趣味がコロコロ変わるからさ。そうなんですよ。あれは多分高1高2ぐらいかな着てて、ちょっと新しい服はモチベーション上げるためにすぐ目に入るとこに、こういうのすごい好きだったの。こういうのとか、こういうフリフリの服やばくない？今思うと。10代と20代でまた変わるね。そうなんだと思うわ。よいしょ。これでも、これも、私も私服なんてスーツばっかりだから気楽だな。なるほどね。でもスーツもね、私はなんかかっこよく着こなしてみたいけど。よいしょ。こうして、あとはもう一個今日買った。あ、今日はウィゴーで買いました。悩んだ末に。こちらのね、蝶々の T シャツ、ちょっとシワがやばいかな。なんか本当はスピンズっていうお洋服屋さんでも買おうと思ったんだけど、今あのカティさんと藍染カレンさんがなんかやってるんですよ、こうコラボ的な。それで買おうと思ったんだけど、私にはまだ勇気がなくて手が出せませんでした。体力見られたくてワンサイズ無理して買った服とかありますか？あー、なんかある。これ買ったんだけど、このズボン、このズボン買ったんだけど入らなかったサイズっていうのありますね。なんでこれが着れるように頑張って今痩せようっていう感じで今やってます。
めっちゃ悔しい。多分もうこれ着て着れてないねんよ。ちょっとなんかしまっとこう、こっちの方に。悔しい本当に。ノリで買ったら入らんくねみたいな、超恥ずかしいやん。はい、こんな感じで整理ができましたね。そうなの本当に、って思ったもん家帰って。そう、目標となる服を作りました。はい、袋はこの辺に。はい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 、あとこれをかけます、ジャケット。ハンガーが大量に給食できました。いつもなんかそのお洋服をとこう、ね、取るじゃないですか、クローゼットから。その後にねハンガーだけそのままにしちゃって、よくちょっとハンガーちょうだいって親に言われたりしちゃうので、ででん、このハンガーとこちらにもこのハンガー、ズボンなんて2年経ったらそう、あらま、キュッキュッ、ハンガーがいっぱい。これを後で返しに行きます。そして今日断捨離できた服たちがなんとこちら。ハンガーです、わかんない、親が買ってきます。この辺かな、着たい人とかいるのかな。ほーちゃんさんとかこういう服好きかな、着ているイメージなんだが、まあいいや。これをどう、わからん、多分捨てる、着回したりしないからあんまり。うん、なんかお下がりとか言われても着られるのが恥ずかしいな、私。相手に来てもらうのが恥ずかしい。欲しい人いるかな、私の服なんて。この辺とか、じゃちょっと綺麗ね、もうあげれそうな綺麗なやつはちょっとこっちやっとこう。でもどうせ多分捨てる、めんどくさくなって、いややめとこう。私は本当にめんどくさがりなの。会う日あるか、ある日会うか、あるか、ちょっと聞いてみよう。へえ、これぐらいかな。でもあとちょっと結構もうしわくちゃだったりするのが、毛玉だらけだったりするのが多いから、あとはこれとか。でもこれもあんま綺麗じゃないからな、これぐらいにしとこう。マスクにしちゃうね、ありかもね、布マスク。あ、でもなんか水溜りボンドさんっていう YouTuber さんがいて、マスクがのね、どのマスクがどれだけ効果があるかっていうのやってて、あんまりね布マスクはね通しちゃうんだって、結構繊維が粗いと。あとは今日買ったのは化粧品ですね。ちょっとあのこういういっぱい使えそうな化粧水がなくなったので、これとあとヘアオイル、ここのねロレッタってやつがトリートメントとかいいらしいので買ったと。あ、ちなみに私は杉薬局の女です。杉薬局の女です。あとは眉毛角類を買いました。キャンメイクとインテグレートとブラシですね。ロレッタのヘアオイル前使ってたけどめっちゃいい、本当に良かった、買って。めっちゃ調べたの本当に、何がいいのか。杉薬局の女なんで杉薬局で、今日もポイントをねつけてもらって買いました。しかも今日はなんか3月10日
もうなんかよくわかんない、何の日だっけ、なんか3月10日であのマイナス 8% のポイントクーポンがあったんで、このクーポンを使わせていただいて杉薬局で買いました。杉薬局です、マジ杉薬局めっちゃ使います。私は松木はもう使うけど杉薬局の女だから杉薬局ですね。ということで本日もたくさんの長い時間お洋服の整理に付き合ってくださって誠に誠にありがとうございました。よいしょ、だいぶねスッキリしたんで綺麗な新たな気持ちで明日を迎えたいと思います。ちなみにあどうしよう、このフォルムでこのフォルムでこの配信をするのはマジ最後、このフォルムでっていうかこの姿で配信をするのは最後です。多分明日の朝の配信はなくて夜に配信すると思います。明日フォルムチェンジをして参るからみんな楽しみにしてて、多分明日のお昼頃にツイートされるからみんなお昼頃は開けておいてほしい、開けておいてっていうか休憩時間とかで SNS をチェックしてくれたら嬉しいかなってことで、みんな今日の配信見てくれてありがとう。明日の夜は多分10時ぐらいからの配信になると思います。ヨッシーさん今日誕生日なの、それはもうこれ歌わなきゃ、ハッピーバースデーヨッシー、はい、ハッピーバースデーヨッシー、ハッピーハッピーバースデーヨッシーヨッシー、うーマジおめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとう、はい、ってことなんでありがとうね、見てくれて誕生日に、ニコの妻では覚悟しておきます、そう覚悟しておいてください、みんなで今みんなで言おう、イエー、むしろむしろおめでとう、もうよこの世の中のお誕生日の人全員おめでとう、よしおいよしおいおめでとう、ということで、はい、おめでとうございますね、もう最高ね、いいね、私も誕生日まであと3ヶ月ぐらいだよ、やばい、3ヶ月経ったらもううちさ18歳だからって言い訳ができなくなりますね、頑張っていこう、ってことなんでまた明日も10時ぐらいから配信をやります。あとですね、私は今インスタグラムやっています、よかったらフォローしてください。でツイッターはですね、毎日韓国語講座のやつ上げてます。あとは今セレブレートメッセージって言ってこううちらにリクエストしてくれたらそのメッセージの動画を送るよっていう企画も今31日まで行わせていただいております。いろいろなお話はツイッターの方にて告知してるから、よかったらツイッターをフォローしてくれると嬉しいです。あ、今日届きましたって、イエーイ、どんなものがあるのかはシークレットということで、皆さんこの配信は終わる際にまた明日見てくださいますかって言ったらヤバ友っていうのが風潮となっておりますので、ぜひ皆さん一緒に行きましょう。ということで皆さんまた明日も見てくださいますか、ヤバ友ヤバ友ありがとう、ヤバ友ブーン。